増沢館は岩手県東野市に所在した日本の城。別名、上町館。追記年代は不明。室町戦国期の東野阿蘇沼市の一族増沢市の本拠。かつての道の区国兵軍城、増沢村に所在する。城跡は猿ヶ石川の流域で長泉寺裏から伸びた。 笠サノカ山の尾根筋端部にあり、斜面を七から八段の階段状の平坦地で重ね、その周囲を空堀で囲む山城である。麻生沼市略系によると、唐の横田城城主、麻生沼光綱の次男室長が、唐の田持のうち、増沢とお供村の半分を領地し、上町に館を築いたことに始まると言われ、増沢は、唐のと北上川流域、または、三陸と結ぶ、 交通の要所であり、三南守る義も、隣里綾織の産方氏を継いでおり、一族を五輪峠を挟んだ江差氏と塔のとを結ぶ要所の地に、廃した。天正十八年、小田原府山によって、浅沼氏は、領主権を没収され、南部支配下となったが、天正二十年、所上破却所上には、平軍の内松沢山城浅沼忠次郎を持ち分と、あり、破却は免れた。 慶長5年、松沢タスク馬之助広勝らは、南部市と結んで、阿蘇沼一族内閣によって、主家、阿蘇沼広長に反逆し、下線方向に追放したが、広勝は、東野奪還を企てて来航した、阿蘇沼広長の軍勢との戦いで討ち死にした。南部家の家臣として、東野の,の所領を安堵された松沢氏だったが、松沢弘勝の子、中門が、 無本の疑いによって中殺されて滅んだ。ありがとうございます。